はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの角度を求めてくださいという問題です。条件としてはこちらにね、もう印つけてますが AB、BC、CD、DE、EF というこのギザギザの辺は全て同じ長さになっていて、こちらが95度という情報になっております。3秒後から解説を始めます。はい、これはですね、外角の性質をうまく使えばいいんですね。三角形が、あったときに、ここの2つを足すと、丸三角を足すと、ここの角度になりますよっていう性質がありますから、これをうまく使っていきましょう。まず今回求めたいここの角度をちょっと黒ポチで書かせてもらうと、こちら二等辺三角形ですから、こちらも黒ポチになります。そうすると、この三角形の外角の性質から、ここの角度は黒ポチ2倍分ということになります。そうすると、これ再び二等辺三角形の性質から、こちらも黒ポチ2つ分ということになります。そうすると、今度はもう少し大きめのこの三角形で外角の性質、こちらに使うと、ここ足すここがこちらの角度ということになって、ここ黒ポチ3個分というふうになります。この要領でずっとね、この外角をの性質を使って角度をこうやってね、移動させていくわけです。今度この二等辺三角形で、ここが黒ポチ3個分、そしたらこの三角形で、こことここ足すとこっちの角度ってことで、これ4個分ということになります。でこっちも4個分、そしたら最後に、この大きい三角形でこことここを、足すとこちらの角度になりますよってことで、この95度というのが、黒ポチ5個分ということになります。 5×黒ポチということで、じゃあこの黒ポチ1つ分はどうなるかって言ったら、95度を5で割って18度というふうに求まります。まあ、こんなふうに外角の性質を使って計算していくと、求まるということになります。今回はここまでです。